こんばんは。1月17日月曜日、しゃべくり松代の時間です。今日の担当は私、とやです。今日は阪神・淡路大震災からちょうど16年目、兵庫県の各地で犠牲者を追悼するイベントが開かれました。人を思う心、命の大切さを祈る日になり、少しでも心の傷が癒されることを願いました。さて、今日私がご紹介する方ですけれども、私が子育て支援ボランティアを勉強していた時に講師でもあり、スタッフのお一人であった松田恵子さんです。松田さんは登校拒否を考える親と子の会、ブルースカイの代表の方でもいらっしゃいます。今日は松田さんのこと、ブルースカイのこと、皆さんにぜひ知っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速、松田さんがボランティアに始めた理由を聞かせていただきたいんですけれども、はい、そうですね、もともと私はボランティア活動というのが興味があって、たくさんのボランティア活動をしていきたいんですけれども、今のブルースカイという活動は21年目になります。で、たまたまきっかけというのは長男の不登校ということで、小学校3年生から中学までほとんど学校に行かないということを経験しましたので、今の活動にをずっと続けるきっかけになっています。はい、ブルースカイって とっても素敵な名前だと思うんですけれども、はい、どなたがつけたんですか？あ、そうですね、はい、うち の長男がつけたんですけれども、うん、たまたま学校行かないということで私が悩んでいた時に児童相談所の親の会に出会ったんですね。で、そこの仲間と一緒に、まあ、もっとね、いろんな活動ができるような楽しくて安心できる場所が欲しいねということで、ブルースカイの、設立をするために準備をしていたんですけれども、でうちの長男がちょうど中学へ入学する頃で、中学へ行ったんですけど、はい、3日ほどでまた行かれなくなっちゃって、でそれで家にいたものですから、長男にもね、お母さんたちこんな居場所を作ろうと思っているんだけどどうかなということで相談しました。はい、だから、面白そうだねって、僕も一緒に、関わりたいということで準備をしている中で、子供さん一人だから、うちの息子にね、名前決めてほしいっていう他のお母さんから言われて、でどうしようかなって悩んでた時に、たまたまね、松代へ引っ越してきたのが息子が2歳の時だったんですね。それでずっとその時からうちの玄関にツバメの巣ができてまして、でずっとそのツバメの子育てを親子で見守ってきたんですけど、ピーピーって泣いてね、お母さんから餌をもらっているのに、いつの間にかこう青空にね、飛び立っていく、そのツバメの姿をイメージしてつけてくれたの。素敵ですね。ブルースカイはどんな活動をしているところなんですか？あ、そうですね、はい、ブルースカイは主に午後1時半から5時までの活動なんですね。で月曜日から金曜日までは子どもたちの居場所として子どもや若者たちが集まってきています、はい、でそれぞれ好きなことをやったりとか、いろいろおしゃべりしたりとかしています。で例会といって、毎週水曜日は親も子も、それからボランティアの方も、それからいろんな不登校とかに関心を持っている方も、どなたでもお茶飲みにいらっしゃいっていう日なので、その日は本当に子どもたちとスポーツすることもあれば、お母さんたちお料理好きなんでお料理教室をやったりとか、本当にいろんなことをやりながら過ごしています。で第3水曜日というのが親の会として、毎月第3水曜日やっていますけれども、本当に親としても私も悩みましたし、親が気軽にね、相談できる、みんなと語り合える場を提供しています。あと電話相談は私の自宅ですけれども、電話で受け付けています。
で月に1回あの裁縫を出しているんですね、はい、で裁縫の表の絵なんですけれども、うんはい、とてもあの可愛い絵とかとても素敵な、ねうん、繊細な絵を子どもたちが描いてくれています。そんなあの活動をしています。内容もとってもいい内容ですよ ね、お母さんたちの経験だとか、そうです、ね、とても勉強になる。普段ねなかなか来れないお母さんたちもいらっしゃるの で、ね、あの情報として、うん、あの流しています。いい開放ですよね、はいはい、とそれからあの20年前からやられてるっていうことなんですけれども、うんうん、あの20年前はなかなか登校拒否とか引きこもりとかなんか理解されずにとってもあの大変だったと思うんですけれども、うん、その時のご苦労されたこととか松田さんご自身が辞めてしまいたいと思ったことなどなかったでしょうか。そうですね、うん、20年っていうと、はい、とても長くって、ね、あのまあ最初は本当にあの、うん、我が子の居場所も欲しかったし、はい、私自身の居場所も欲しくって始めたことだったんですけれども、うんうん、やっぱりスタートしたメンバーが家庭の事情で1人辞め、はい、2人辞めっていう形で、うん、あの少なくなっていったりとか、うん、それからあの私あの主人の親の介護をしてたんですけれども、はい、その介護もちょっと大変になってきた時期で、うん、その時が一番どうしようかなと、うん、辞めようかなっていうことを考えましたね。でもたまたまね、うん、あのそこにあの来てたお母さんたちに相談したところ、うんまあ、そのお母さんたちもねあのどうしてもこういう居場所が欲しいので、はい、あの松田さんにおんぶに抱っこだったよねと、うん、いうこと で、ねうん、あの私たちもできるところはやるということで、この開放も最初は本当に私は1枚、ペラペラの1枚の、まあ、お手紙程度だったんですけど、あのその解放を担当してくれた人たちがこんな立派なものに育てて、はい、はい、くれたので、うん、もう本当に今はねその、はい、やめるって気持ちがあまりないですね。そうですね、はい、そうですね、あのブルースカイをやっぱりあの卒業していった子たちもいるわけですよね、はいはい、あの皆さんあの 親の方も今どうしてらっしゃるんですかね。あ、そうですね、子どもたちは本当に、うん、あのまあいろんな子がいますよね、はい、あの小中と、うん、ほとんど学校行かない子でも高校生ぐらいから、ね、あの行き出したりとか、うん、大学大学院まで行ってる子もいますね。であのうちの長男のように中学を卒業して、うん、で社会に飛び立っていく子もいるし、はい、まあ、いろんな子がいてね、いろんな選択をしているなって、うん、結構面白い選択をしている子たちがいっぱいいます。でご長男の方はご本も出されたんですよね。あ、そうですね、はい、あの社会出てからなんですけど、17歳の頃、はい、あの登校拒否もいいもんだっていう本を出しました。うん、 そうですね、ですからうちの長男で言えば、小学校3年生までしか勉強してないんですよね、うん、それでこういう一冊の本を書いちゃうというのが、私はあのもう不登校を経験したことがないので、でも学校出ててもこういう本は一冊は書けません。そうですね、ですからあの面白い子たちがいて、それで結構あの小学校の頃かな、メキシコの方に行って、で今メキシコ子はイタリア語ですか、もうペラペラ喋れる子もいたりとか、なんかあの面白い生き方してる子がたくさんいます。あ、そうですか、はい、なんかやっぱり繊細で優しい子が多いですよね。そうですね、お母さんたちもあの、まあ、一緒にね、子供さんと一緒に卒業されていってしまうお母さんたちも いらっしゃいますけど、あの自分のお子さんが卒業されても、うん、あのブルースカイの活動にボランティアスタッフとして関わってくださる方もいて、とても助かっています。なんかあの松田さんに支えられた親子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、あの松田さんもやっぱり、はい、あのご家族協力していただいたり支えられてるんですよね。そうですね、あの本当にこの20年やってくるっていうことは大変なことで、まあ我が子のことがきっかけと言いますけれども、なかなかあの家族の応援がないとね、できなかったかなって思っています。であのうちが事務局になっているので、ちょうど夕飯時なんかにね電話がかかってくると、
本当に 電話を片手に、うん、フライパンを片手にみたいなあの二刀流でやってまして、こういうなんか電話があったらいいなって思いながらやってました、はい、そうですね、それであの昨年、うん、あの主人の、あの主人にちょっとお礼がしたいなってずっと心で思ってたんですけど、はい、たまたまあの昨年あの20周年記念をやったパーティーの時に、ね、はい、あの花束をちょっと主人に差し上げたら、もう主人に泣かれちゃって、いやこれだけあの負担をかけてたのかなと思って、あのサプライズがあまりにも効きすぎちゃって、でも周りで見てた方もすごく感動したっていうお話でしたよね。はい、そうですね。あの皆さん真似してくださいって言ってます。本当ですよね。なんかあのそういうサプライズって本当なかなかできない。そうですね。普段はねなかなかあの、うん、心で思っててもなかなかできないものですから、ね、いいきっかけをいただいたなと思ってます。松田さんもすごい素敵なことをなさっていい。そうですね。であれなんですけど、講演会があるっていうことなんですけど、はい、講演会のお知らせを松田さんからしていただきたいんですけど、はい、なかなかねあの不登校が昔よりか理解されてきたとはいえ、あのまだまだ厳しいものがありまして、あの昔はそうでもなかったんですけど、近頃は本当にあの医療に関わるっていう方がたくさん増えてて、うん、はい、あの親子で薬を飲んでいるっていう、うん、あの相談が多くなりました。それは長野私のところだけではなくって、全国的にそういう医療に関わるっていうのが増えてきて、はい、あのやっぱりこれ医療との関わりを考えていかなきゃいけないということで、うん、あのこういうイベントを考えました、はい、ぜひあのお医者様もそうですけど、うん、私たちも考えて本当にあの話を聞くっていうことをみんながこうしていったら、本当にあのこんなにね追い詰められて、あの薬をこんなにたくさん飲まなくてもいいのにっていうところに、うん、あの思うというか、はい、そういうことを思うことがたくさんありますので、うん、はい、ぜひあの今回ねあのこんなイベントをしますので、うん、いらしてみんながこうなんか人って字はこう支え合って、うん、あの人になっているので、はい、支え合いながら、うん、こうあのみんなが生きていけれるそんな世の中になったらいいなと思ってますの で、 そ、 です、ね、そんなあの考えるきっかけになったらいいかなと思います、はい、ありがとうございます。最後にあのブルースカイについての資料は町歩きセンターにあります。あの一人であの悩んでいるのはとっても苦しいです。一歩踏み出してみませんか。松田さんの笑顔が待っていてくれます。あのスタッフの方たちもとてもいい方たちばかりなのに、ぜひあのお電話してください。あの最後にあの松田さんから皆さんに一言お願いします。不登校はあの結構あの否定的にいけないことだ、学校行かないことはいけないことだって言われていますけれども、そんなことはなく、子どもたちがもしかしたら私たちにあのこの世の中少しおかしくなってるよっていうことをのサインを送ってくれているんだと私は思っていますので、みんながあの一人一人あの尊重される、そんなあの生き方を尊重されるような世の中になったらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
お前です。ゆうゆう、超緊張しますね。さて、来週のしゃべくり松代、パーソナリティは私ども松代テレビ局の山本薫さんです、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ゲストはどなたを、はい、県の、文化財保護指導員をなさっています、丸山秀夫さんをお迎えしてお伝えします。その方はどんな方なんですか、何を話してくれますか。そうですね、松代は非常に文化財が多い町なんですけれども、ね、例えば国の史跡である、皆さんもご存知の松代城をはじめとしまして、ねね、はい、大名御殿の真田邸、はじめとして、それから仏像とかですね、そういう彫刻とか美術品とかたくさんの文化財があるんですけれども、その中でも建築にスポットを当てまして、建築物、はい、スポットを当てまして、建築的な角度から、はい、そうですね、切り込みから、はい、建築的に見る松代の魅力ということで、その文化財が松代にどのような文化財が、建築物の文化財がどのようなものがどのくらいあるのか、数字的に見たり、それから学問的ですね。そういうその文化財が今どうなってるのか、それから今後その文化財をどのように保護してどういうふうに活用していけばいいのかということを、その難しい感じですね。そんなことないんですけど、楽しいですね。そうですか、丸山さんと一緒にお伝えしていきたいと思います。素晴らしい、はい、楽しいですね。よろしくお願いします。はい、それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみ、はい、ぜひご覧ください。松代、あなたの街、それそれそれくらい松代、またね。